はい、浅井さんおはよう。おはよう。おはようございます。上がって。ちょっと待って。ちょっと待ってね、今開けるから。浅井さんごめんね、この前寝ちゃったんだ。今日行くから。今日行く。うん。神降臨。おはようございます。あーじゃあ眠だ。おねむおねむ。泣いちゃったな今。うん、ギャー。これでいいですか。あ、冷めたの。じゃあ一回枠取り直します。一回枠取り直します。まだ始めてないから動かないで。なんだ、ありがとう。よいしょ。よし、もうちょいこっち側かな。はい、おはようございます。おはようございます。浅井さん来ましたよ、皆さん。お世話様です。ありがとうございます。お世話になってます。お世話になってます。どう最近、カラオケ人集まってる？カラオケ？うん。カラオケはなんか、おばちゃん元気がないけど、どうすればいいですか？嘘？今日やんないの？今日やるよ。もうみんな集めたよ。あ、みんな？昼に集まるでしょ？昼に集まる。うん。都庁の人方は来ないけど。あ、そうなんだ。いや、みんな来週の水曜日になったよ。あ、そうなんだ。何人くらい来るの？今日は。何人かな。うん。寺田さん、寺島さん、浅井さん、俺。とそれと吉池さんと、あとは山口さんは、うん、孫さんが生まれるんだって。あ、そうなんだ。うん、男の子だってよかったよ。いいね、いいね。あなたも子供欲しいので。俺子供いらない。大丈夫。普通のあれだ、うん。みんなおはようって言ってるよ。子供欲しい、家庭的なタイプだ。子供いらないっつってんじゃん、話聞いてねえな。話聞いてねえな。なんで怒ってんの？怒ってない、怒ってない。怒ってないよ。うん。うん。浅井さんおはようだって。だってね、うん、これあれだよ。配信でこれ募集してもね、うん、子供さ生まれる人はさ募集できない。どうしたらいいですか？どういうこと？どういうこと？どういうこと？え？どういうこと？意味がわかんない。いやだってね、あなたこれ幸せでしょ？そして、その他にあの子供生まれるのこれ幸せだよ。でもこっからは来ないよ。どうしたらいいですか？浅井さんレンズはだってメガネ。レンズ？ああ。あ、レンズ。レンズね。いやでもね、子供。レンズはこれない方がよく見える。レンズは、この。いや、これやってる限りでは道でも絶対見つからないよ、若い子は。子供前の若い子は絶対見つかんないよ。福祉はやめてこれやれば見つかるけど、そうはいかないと。福祉ね、来年あたりやめるかもしんない。これで稼げるようになってきたから。本当？本当本当。いや、それは頑張んなきゃなんないね。頑張る頑張る。これどうしてなんか題材が足りないんじゃない？題材？うん、なんかね、だからこれに音楽かけるって、そう、この前何体渡したよ。これ音楽かける音楽。もらったもらった。あれ渡せばあれだよ。それをとかけとけば。これでしょ。これもらったよ。あそこで作ったのだから、それをかけとけば、浅井さん、質問来てるよ。一応福祉の害はなくして、子供は生まれるよ。でもちょっと待って。浅井さん、子供生まれないんだ、俺ら。え？俺ら子供生まれないの。子供？子供生まれないの俺らは。それはね、したらこれもやがてダメになっちゃう。悲しいじゃないですか。いや、これはダメになんないよ。大丈夫だよ。したら、どうしよう。だ差し当たってあの音楽をここにかけて様子を見てこれでいいですか？そうだね。何ですか、浅井さん。これ世界制覇できるってこの前言われたんだけど、兆しがまだ見えませんって。このヨンブルさんって誰ですか？ブルさんって名前。この人はヨンの人はブルさんって名前。どのぐらい知ってますか？声聞いたことある？声は聞いたことない俺は。ここで支援してくれてる人ですね。応援してくれてる人、俺のことを。
じゃあ、1週間にいっぺんおばさんを見れば、聖杯制覇できる。これでいいですか？この放送を見れば、世界制覇できるの？じゃあ、次、マネージャーさん、浅江さん、おはようございます。おはようございます。今日。浅江さんの方にマイク向けようか。和道さん、カラオケに来るって言ってた。うん、今日行くよ。あんたも来るんじゃないかと思ってますんで、2人で待ってます。次。浅井さん、レンズ、浅井さん、おはよう。ブルさん、ずいぶん来てるよ。ヨンヨン。ヨンヨン、誰ですか？ヨンヨンさんっていう人。あ、浅井さん。テレビ局の人が浅井さんに会いたいって言ってるけど、今度紹介していい？要件は何ですか？取材。取材っていう言葉がわかんない。浅井さんをテレビに映したいんだって。それは要件になってないから嫌だ。嫌だ。要件言った？告白をしたい人を探してるだって。告白？うん。要は歌で告白をする人を探したいんだって。歌を歌ってる人を探してるんだって。歌を歌ってる人？うん。テレビ局の人が探してて、で、浅井さんの話をちょっとしたの。浅井さん歌好きだから。うん。だから今度取材したいって言ってたよ。歌を歌ってくださいが要件？そうだね、歌を歌ってほしい。それをカメラに撮りたいんだって、テレビで。歌を歌ってください。うん、そしたら、あとカラオケに来て撮るように言っとけばいいんじゃないですか？わかった。じゃあ今度連れてくるよ。はい。うん、あとは、全部言った。この間顔写真は出しました。ブルさんってあの四角い顔した人ですか？そう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 。四角い顔かどうか。ああ、覚えてます。左の、どうなって体操を言った人ですよね。そう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 、その人。いや、体操って確認が必要なんですよ。だから、新しい写真をそう出してくると。で、おばちゃんがどこまで治ったか言いますから、それをさ、その度に、その現状の写真を持ってきてどうでしょうかって、それを尋ねることが必要です。あとは、千代。千代さんどんな人ですか？千代さんいい人だよ。会った？声だけ？会ったことない、会ったことない。会ったことあるのは匠さんとかだね。人生転落しないのが一番ですから、おばさんの放送、これ見た方がいいんですよ。これ転落したらもう全ておしまいです。頑張ってください。さあ、千代さんはね、落とし穴はさ、どこにでもあるんだから、それ、ハッと気づくと、これが大事です。初見さんいらっしゃい。ゆうさんいらっしゃい。これ何て書いたんですか？初めて来ました。そうそう、初見っていうのは初めて来ましたよっていうこと。初めましての人。ゆうさん、はじめまして、こんにちは。うん、ブルさん。あれ、今日の写真？うん、この人。うん、この前よりイケメンだね、かっこいいね、この写真。左の股関節が失敗してるよ。だから、現状だけで言えば、左の足を打と、後ろに、床に、前後に開く。で、それで、左の足を、後ろ。で、足はまっすぐよりも、20度、かかとを右に。だから、床に、前後を開く。左足後ろ。左足のつま先を、20度。右に持ってくる。で、それで、踏み込めばっておかしいや。柔軟体をきつくすると股関節が戻ります。そうすると頭に血がいって、おっと思いますから、ちょっとやってみてください。今でもやって、後でその、写真送ってくれればわかりますよ。ゆうこ、おはようございます。おはようございます、ゆうこさん。おはようございます。知ってますか？ゆうこさんよく来ますよ、この放送に。ゆうこさんよく来てくれる人ですね。ゆうこさんも同じです。たまにどこに落とし穴があるかもわかんないから、これは放送見た方がいいですよ。よろしくお願いします。頑張った方がいいです。頑張らなきゃあれだ。終わりだ。一発を間違えば終わりだ。ちよ。ははははは。ちよちゃん。ゆう、ん？
この人はユウさん。分かった、ありがとうございます。うん、世界シェア。花火ありがとうございます。いや、だからそういう風に柔軟体操して、で、それで、左の頭がパッと来たら、うん、そしたら分かります。浅井さん、おはようございます。そうだよ、俺の知り合い。誰？エミちゃん？エミ？あ、エミちゃん、エミちゃん。さっき花火出た人でしょ？花火の人はブルさん。ブルさん？花火、花火何ですか？花火はね、俺に500円入る。500円。うん。それは500円じゃ無理ですよ。体操して、左の頭を感じ、もしくは、アセスの電話。5億円。5億円を ?5 億円くれないとダメ。うん、そうだ。あ、ブルさん、今すぐ僕に5億円ください。電話出ないよ。うん？電話電話。どこだ？あ、出た方がいいな。出た方がいいな。あ、どうしよう。かけ直す。そうだよ、俺の知り合いだよ、浅井さんは。よく放送出るよ。ゆうさんよろしくね。ゆうさん、俺のことは知ってんの？私、ご年配の方のリハビリ施設で働いて、はい、うん、もしもし？もしもし？ブルさん、どっかの枠で見たことある？あ、そうなんだ。聞こえないよ、もしもし。フォローありがとうございます。7人のママ、8人の孫さん、水面直下さん、ゆうさん、ぬんさん、ゼリーさん、フォローありがとうございます。質問来てるよ。和道さんの知り合い、どこに来たんだ。これでいいのかな。今電話来た人、やろうやるよ。これでいいんだと思うけど。今電話来た人にかけるの。多分いいよ。うん、オッケー。ちょっと待って待って。5億円貸し分も増えて、浅井さん。この人。いや、だからね、どうやったら世界平和の。今電話かけてるから、浅井さん。時間を。浅井さん電話かけてる。世界平和の時間。浅井さん電話かけてるから、今。浅井さん携帯見て。電話かけてるから。浅井さん電話、電話、電話見てた、浅井さん。浅井さん電話、電話。もしもし、うん、おはようございます。今日は、カラオケ、この前眠かったそうで、今日は、のんちゃんと一緒に来るそうで、それからたくみさんも今来てくださいってこれで言ってますから、放送言ってますから、よろしくお願いします。では、お世話様です。12時はい、よろしくお願いします。お世話様です。誰に電話したの？寺田さんだよ。あ、寺田さんか、うん、はい、次行きましょう。次の質問です。和道さんは YouTube とかで見たことあるし、ひかるくんとか一緒に映ってます。ひかるくん、映ってましたよ。ひかるくんって誰ですか？ひかるくん僕の友達。だからあなたは光るんです。ユウさんは、だから光るから、だから健康になりますから大丈夫です。ゆうこ、ちよ、ゼリーちゃん、ゼリーさん、同じだ。たまに放送見た方がいいですよ。漫才ですね。漫才よくわかんない、うん、二人のやりとり面白い、よくわからないな、うん、いや、だからこの前踊らない人って言ったじゃないですか。浅井さん、光も見てください。光ってこの人知ってるんですか？いや、浅井さんは配信見ないから。浅井さんはインターネット最強。あ、光も見てくださいって、光っていう人のその配信を浅井さん眺めろって言ってるんですか？そう。あ、なるほど。それはすんのがね、僕の見ています。光って、光って引けばいいんですよね。3倍目光る。え？3倍目光る。3倍目ってどういうふうに書くんですか？3倍目でいいですか？3倍目でいいです。わかりました。あとはこれは、そっちは何ですか？こっちは関係ないよ。こっちだけ。インターネットテレビは。これは関係ない。これ関係ないよ。あ、消えちゃった。うん。関係ない、これは。気にしなくていい。こっちだけ。こっちの画面だけ。現在5万円、ふわっち15万稼いで全国配信します。応援してください。だから、
さっきも内容が足りないでしたけど、内容は何だったっけ。内容、あ、だから音楽だ。だから、うんと、あの音楽をここに流す。あの、うん、で、それとあとは、いや、だってこれ以前なんか何週間か前に、ここで音楽出すんで聞いてくださいとか言ったじゃないですか。うん、だからそうしなきゃ。そうだね。うん。うん、手を振ってください。手？ギュアスさん誰ですか？ギュアスさんって人、リスナーさん。カメラこれね。あ、うんと、のんちゃん出てくださいって言ってますよ。うんと、浅井さんお好きな歌手は誰ですか？さっき寺島が矢沢永吉好きだって言ったよ。うん、寺島さん好きだよね。寺島さん矢沢永吉好きだよね。わかんない、歌がわかんないから、どうやってその歌の好きなのを判定するのかよくわかんない。皆さん、この浅井さんの枠では、あの、質問などを受け付けてますので、あの、浅井さんに悩み相談であったり質問をどんどんしてください。悩みがある方、何でも気軽に浅井さんに聞いてください。ちょっとトイレ行ってきます。ゆうこさんという人、歌手になりたいと思いますか？そうですよ、浅井さんの好きな歌手を聞いて、浅井さんに聞いて。好きな歌手、うんと、好きな歌手は、寺島さんと和道さんです。あとは、浅井さん、幸せって何ですか？幸せ。うんと、そうですね、あの、ゼリーさんがどんな方か分かりませんが、幸せでは一般で言って、身近なことが大好きだということです。あの、これで分かんなかったらまた質問ください。で、そしたら答えますから。あの、あとは特には、初恋？初恋ね、初恋。よく分かりませんが、いいもんだと思います。うんと、浅井さん配信しようと思ってるんですけれども、今そのカメラ買ってみたら、おばちゃんちょっとこれくっつけて、浅井さんこんにちはって言ってみますが、どうしましょうか。それでいいでしょうか。6歳の4歳の子供の言うことを聞いてくれません。どうしたらいいですか。ゆうこさんってどんな人でしたっけ。ゆうこさん優しい人だよ。お母さん。じゃあ何も言ってないよ。うんと、浅井さん、強い願いは叶うと思いますか。うんと、この人みーすけさんですか。何を写ってんのこれ。これは分かんない、動物。だから強い願いは叶うと思いますけど、一般的に言って、あんたはここに出してきたんだから叶うと思いますよ。うんと、浅井さんに恋していい？いや、恋だって恋ってなんでこの画面を通して成り立つんですか。わかんないけれども、うんと、あなたが超能力者が成り立つんだったらいいでしょ。うんと、あとはない。これ全部答えたよ。カズさん知ってますか。うん、カズさんよく来るよ、この放送。頑張ることにあんまり意味がないですね。あなたに関して言えば、頑張ることは逆に出ますんで、やめた方がいいです。頑張らない方がいい。いや、違うね。頑張らない方がいいじゃない。頑張ってもうまくいかない、この人は。いや、頑張るって意味がないんです、この人はって。そういう怪獣がいるんですか。だから怪獣に太刀打ちする力にさ、本当は意味があるんです。だから、このそのまま頑張ったってどうせ食われるんですから、やめた方がいいです。頑張らないでください。浅井さんのおかげで母の病が治りました、ありがとう。全然わからない。ドローさんドローさんって何？ドローさん、ツードローさんっていうの、これ。ツードロー。全然わかんない。ツードローさん全然わかりませんでした。ありがとうございます。
じゃあ今度通道さん来てください、握手ですね。で浅井さん、新しいアメリカの大統領どう思いますか。まあ一般的だと思いますが、いや、74まで働けるってアメリカの人が思ったことは、それはなんか、いいんじゃないかなと思います。ピッコロ大魔王はどこにいますか？ピッコロ大王ってあの人？そこのあれ？青いの？ピッコロ大魔王わからないや。浅井さん無敵ですか？自分では無敵と思ってるけど、人はいられると思ってます。ピッコロ大魔王は、ピッコロ大魔王ってどこですか？ピッコロ大魔王はどこにいますかって。いや、なんでしょうか？ピッコロ大魔王っていうのは緑色の宇宙人。いや、この場合、和道さんですね。あ、僕、ピッコロ大魔王なんですか？だからこれ喋ってるとき隣にいる和道さん、ピッコロ大魔王ってことになります。わかりました、はい。和道さん、プロデュースを盛り上げていく放送ってことですか？和道プロデュースで盛り上げていく放送っていうことですか？このプロデュースっていう言葉、こうつながるとどうなるのかよくわかんない。よくわかんないですね。いつも聞いてください、この放送を。浅井さん、好きな人、恋人いますか？好きな人はいっぱいいます。恋人、いや、あなたにとっては好きな人は恋人かもしれないけど、私恋人いません。だから、おはよう。あなたを恋人にすればいいですか？浅井さん、おはようございます。おはようございます。久美ちゃん、久美ちゃん、そっから送ってんですか？久美ちゃん、和道氏、浅井さん、おはようございます。おはようございます。どうしてカラオケするのですか？カラオケによって人生が回復するから。浅井さんに会いに行ったらキスしていい？キス？だって周りの人が怒っちゃうからできないと思います。わかった、おはよう。ワドタンもおはよう。声が意外な浅井さん。いや、私わかんないけども、なんか20年前は、あまり声があんまり出なかったけれども、今日急速に出てきました。クミタン、おはようございます。クミタン、おはようございます。誰このおばさん、クビン追い越すな。ケビン、全然わかんない。ケビンって誰ですか？でも僕も全然わかんないです。誰このおばさん。おばさんでございます、よろしくお願いします。ケビンさん違うな。ケビンさん、誰このおばさん。追い越すな、これもわかんないな。おばちゃんが追い越しました。大統領です、これでいいですか？浅井さんの性別は。いや、それがちょっとわからないんだよ。あ、浅井さん。え？いや、だって、あれだ。やべえな、今日。何やってる時が、一番、幸せ。性別がわからない。だって自分はあれだよ。男らしいと思ってるけど、それは誇りに思ってるよ。だからわかんないんだよ。和道のお母さん？いや、お母さんです。違うでしょ？エミさん。なんで平気に嘘つくの、そうやって。俺のお母さんじゃないでしょ？わからんのかい、初見です。女性でしょ？笑ってる。だから、でも男になってしまったよ。だから、その、男の理想を理想とするな。浅井さん、絶好調ですね。たくみさん、今日来るんじゃなかったの？だから、おばちゃんと待ってますんで、それよろしくお願いします。
こんにちは、性の喜びを知っています。アプラダさん、これは何だろうね、おばちゃんよく分かりません。でそれで、それは重大なことでしょうか。あんまり重大じゃないです。いや、あなたは頭を超えてるから重大してるよ。でも、それはそっちの眺めは違うんですか。はい。あ、新しいフォロワーさん、ありがとうございます。フォロー、初見さんいらっしゃい。もし国がなくなったらそれは完全になります。今日は笑う、どうすれば人生は楽しくなりますか。カズさん、どんな人。カズさん、優しい人です。声だけあった。あ、声喋ったことない。そうですね、一歩一歩ですね。人生楽しくなりますか。楽しく、いやだ、楽しくないんでしょ。だってそのうちいいことありますから、生きてた方がいいです。過去にあった修羅場体験聞かせてください。だんだん幸せになってきました。幸せって、だから、修羅場は、修羅場を聞きたいんだって。修羅場怒らないよ、そういうのは。修羅場ない、うん、だからだんだん幸せになってきました。久美ちゃん、今日は、いじめ人が来ない。フォローしました。浅井さん、男らしいのですか。そう、男らしくと思ってます。エミさん頑張ってね。エミさんどこにいるんですか。フォローありがとうございます。フォロー、エミさん頑張ってねってどうしていいですか。あ、違う、それエミさんに言ったの。浅井さんに言ったんじゃないの。あ、そう、朝はパン派の浅井さんですが、なぜ朝ごはん食べないのですか。パン派っていうのはよくわかんないよ。朝ごはんはパン食べるでしょ、浅井さん。いや、だから和藤さんのためにパン派になってるんです。ありがとうございます。と、久美ちゃん、ありがとうございます。よくわかんない。ありがとうございます、ありがとうございます。浅井さん、いじめをする人どう思いますか。そうですね、いや、本当はしたくないんだと思いますよ。いじめしたくないんだけれども、そうやって自分がどうしようもないといじめちゃうんですね。かわいそうですね。これって いじめたくてどこにも、いじめることができなくて、それで自分に向かっちゃうと、これが一番怖いそうと思います。いや、浅井さんの人生の格言って何ですか。名言のこと。あ、まあ、座右の銘ってわかる。真実じゃないですか。真実。真実、トゥルーですね。浅井さんの座右の銘は真実です。ちなみに和藤さんに、真実と言っても何も分かりませんので、聞かない方がいいです。はい、分かりました。聞きますわ。もういない。じゃあ1週間に2回は私ここに来なきゃなんない。はい、ワドツ、いらっしゃい。一言コメント、一言コメント。ワド。おはよう。どっちに来たの。あ、こっち、こっち、こっち。先生、ファッションのこだわりは。ワドさんとキスしてもらっていいですか、キュアさん。なんだか。何を言いたいのかよくわからない。ギュアスさんってさっきの緑色の人だよね。人が、どうしてこうなったんですか。いや、わかんない。ほっといていいよ、わかんないから。浅井さん、ファッションのこだわりは。だから、ありません。特に、拾ったものばかり着てます。ワドツ。はい、ワドツ。いらっしゃい。リョン。浅井さん好きです。何かよくわからない、そこの、画面が。だからよく、すごいハートが出てきたよ。うん。ハートありがとうございます。分からないけど、具体的にどうしたらいいですか。いじめを止めさせるにはどうしたらいいですか。
自分が正しくなって人にやめなさいっていうことです。さすが広江神、うんと、わかんない、広江神がわかんない、あ、光拾ってるでよろしいですか、違って 何を広江神って言ってるのかな、ちょっとよくわからない、うんと、今部屋に幽霊がいるのですが退治する方法を教えて、あ、この前幽霊を聞いた人かな、うんと、幽霊さんにも居場所が、うんと、欲しい、うんと、いるんで、それで、そこは、ほっといた方がいいんじゃないですか。うんと、あとは、ない、ひろい神って何ですか？うんと、神は技術じゃなりません。と、精神誠意ということです。あとは、うんと、光はどこまで進んでいますか、うんと、この人自分について言ってますか、それとも私について言ってますか、リオンさんに聞いてみて、リオンさんどういうことを聞けば答えてくれる、リオンさんに、リオンさんに私、浅井さんのことですかって、それともリオンさんのことですかって聞くのがいいと思う。だから、りょうさんのことだったらなくなりました、全部。でも、私のことだったら、全部になりますわ。うんと、浅江さんはカラオケでどうしてマイク使わないんですか？あ、見ていただきましてありがとうございます。マイク使わないって？マイクどうやって使うかわかんないからです。浅江さん混乱中。浅江さんのことです。かっけえ。わからない。和道さん、いきなり浅井さんのお乳触ってきたら怒りますか？怒る？だってそれ前提にそういうのがないもん。マジですか？www わからない。あ、もうこれで全部終わったから今日は。さて、まだまだ聞きたいこといっぱいあると思うよ。まだまだ聞きたい人だってもう100人も見てんだよ。たった4分で100人集まる。だから話題が足りないじゃないですか。だから話題が足りない、話題が足りない。そう。話題何か話題作ってください。そしたらそれに基づいて。オッケー。じゃあ話題俺が作ればいいの？そうですね。オッケー。浅井さんと前々から話していきたかったんだけど、浅井さんは世界中のホームレスをなくしていきたいの？いや、問題は芸術家で挫折する人をなくしたいだから、芸術家で挫折する人をなくしたいんだから、その放送して私の姿がこれに映れば、芸術家で挫折する人は誰もいなくなると。だからね、そっちが早いんだから、これ映ってその芸術家に言うのがなきゃならないんだから、その話題が適当な話題にしなきゃならないよ。だから話題は社会情勢と健康情勢と、あとは何でしょうか。アメリカの大統領がトランプ大統領っていう狂った大統領になったって言われてるけど、浅井さんはアメリカの大統領どんな人がなるべきだと思う？いや、だから国というものがあるから、だからね、狂った人がならなきゃ成り立たないよ。だから国がなければいいと思います。そのもう国家が滅びればいいってこと？いや、だからね、国の構造自体が狂ってるんだから、だから狂った人が、そのトップに立ってなければ、その成り立たないもん。だからね、あなたはその人を見てね、その大統領が狂ってるって言ってるけれども、それは、みんな狂ってんだから狂ってんだよ。だからね、それはしょうがないよ。だからこのまま進めるしかないと。で、それでもしかダメだとなったら、それは、あれだよ、あなたが真実への道を歩み出すことです。ありがとう。じゃあ、浅井さんが歌が好きなのはなんでなのかな？浅井さんなんで歌うのかな？いや、昔は歌えなかったから歌えるようになりたいだったけれども、でも、自分の声によって何かできるかなと思ったからだ。そして、何ができるのか未だにわかんないよ。多分、
壊れた人の人生を完全に元に戻る。それだけじゃないね。うんと。アンミーらしい。壊れた人の人生と人間関係が完全に元に戻るんだ。浅井さん、浅井さんの夢は何ですか？夢？夢は、おばちゃん適当なところがあって、それは病気治しの人を何人もしてるんだ。え、何？それは病気の人を治したいってことなの？いや違う、と元気づけるように言うだ。浅井さんさ、いろんな人の病気悪いところを見抜けるのはこれ子供の頃からなの？いや違うよ、それなんでこれが授かったの？いつぐらいから？いや体力が出てきたから一層わかるようになったよ。でも、なんでかな。おばちゃん病気の人が大好きな、大好きってね。おばちゃんは戦うコツを覚えたの。だからみんなも直せるぞ。だから亀仙人さんが私も見てくださいって言ってるよ。この人横顔ですか？この人この横顔この辺。だから右のこの辺に今日いっぱい吸い込んで、でよかったらもう一回写真送ってください。エミさんの質問。仕事場でいじめられてます。2人の人が私をいじめてます。どうしたらいいですか？よくわかんないけど、その写真をどう思えばいいですか？仕事場で、私はいじめられてます。2人いじめてる人がいます。どうしたらいいですか？それは絶対絶命ですけど、ここで音楽が入った放送を聞けばいいです。この放送を見れば大丈夫です。はい、質問ある方どんどんどうぞ。にまま言うだ、これは何ですか？じんままだね。言うだってどういう意味ですか？わかんない。これはこの人のな、自分で書いたものですか？そうだ、じゃあ漫画じんままっていう漫画ですか？そうよくわからない。ジンママがわからない。食べ物教えてください。食べ物？この前の食べたの美味しかったよ。自分でシナモンかけたの。好きな食べ物。食べ物ってね。ああ。それは健康にいいのがいいに決まってるけど、めったに売ってないよ。あとは特には。顔色？私のことをどう思いますか？見た。これは何を答えればいいんですか？いいんじゃないかと思います。具体的に、質問具体的に。顔色が悪いと言われます。顔色悪いですか？いや、ギュアスって どういう人ですか？まあ、よく見に来る人です。よくこの放送見に来ます、ギュアスさんは。おはよう、田中さん。おはよう、ハートありがとう。いや、わかんないけど、これを乗っけるんだから困ってると思います。私のことも見てください。ワド、浅井さん、おはよう、おはよう。秋田さん、これ今日ずっと放送やるよ。ワド君ってどうしてここ短縮してんですか？ん？ワド君、浅井さん、友達？おはようって、田中さん。こうやって田中さんが偉いと思ってからワド君になってんですか？え、田中さんは年上なんじゃない？田中さん自分のこと偉いとか思ってないよ、別に。
じゃあ仕事回してくれて、そのうち仕事回しましょうかって思ってますから、どうぞよろしくお願いします。和田さん、りょうさんは私のことを見てって言ってる。見ようがない。これ写何の写真ですか。りょうさん歌ってんじゃないの、これは。え、サムネイルが小さいから分かんないって。なんか、わからない。これ、何か違うことを送ってください。写真が見づらいって。何の写真でもいいけど、それからなんか違うこと言うの。浅井さんに見てもらいたい人は顔写真。答えようが。答えようが分かんない。顔写真をしっかりやらないとダメです。自分の好きなものを言えるとか、そういうなんか入れてもらえば分かる。分かりづらいサムネは無理ですね。見れない。困った、浅井さん。困ったさん知ってます？困ったさん。困った？あ、困ったさん。いや、だから人生を再生させたいから、カラオケに行ければいいです。浅井さんの最終学歴は？最終学歴マッサージ屋。だから、いや、なんだかさ、あと、あんま幸せ学園だよ。なんで？何おかしいんだ。あんま幸せ学園って何？高校の後にいたの？何あんま幸せ学園って。俺そんな聞いたことないよ。何あんま。いや、いっぱいあるだ。それです。変えてきます。パフェをプレゼントしました。パフェありがとうございます。パフェ、これすげえ。のぞみさん、ハートありがとう。すごいかわいいパフェだ。うん、かわいいね。風が治らない。あ、そうや、浅井さんを認めてくださってありがとうございます。パフェをプレゼントしました。わかんないな。パフェ。すげえいいな、これ。これ何がパフェ？これいちごは黄色だ。このパフェの絵柄を作った人、いちごを黄色にすればこれ完璧です。のぞみ、おはようございます。おはようございます。のぞみちゃん、こんにちは。あと、おはよう、のぞみさん。ハートありがとう。いつもお世話になってます。ありがとうございます。特には、もうないよ。もうない？大丈夫。さて、OK、OK。これでいいんじゃないかな。じゃあ今日カラオケ行くから、俺。カラオケね、わかりました。12時、幡ヶ谷。12時、幡ヶ谷ね。そしたら、のんちゃん置いてくんですか？のんちゃんは今日寝てると思うよ、多分。じゃあ、起きたら連れてく。起きたら連れてく？うん。おばあちゃん今連れてかないでいいですか？待って。疲れてるもん。ずっと起きてたから。今寝たところだから。今寝たところ？うん。のんちゃん一緒に来るのかな？返事がないと見に行こう。じゃあ今日昼間一緒にカラオケ。あ、わかりました。はい。よろしく。なんか以前たくみさんも来るしてたよ。たくみさんも来る？今日は来ないんじゃない？そう。今度じゃない？さっき来るしてよ。え？さっき来るしてよ。さっき出てたよ、ここに。いや、来るなんて書いてないよ。そう？うん。来る状況になってんじゃない？今日カラオケ2時間、3時間。2時間だろうと思う。3時間やったら何やんですか？ 3 時間やったら楽しいかもしんないね。うん。3時間やってみる？いや、でも要件が済めばいいんだからね。2時間でいいか。今日何人ぐらい来るの？ 5、6 人？今日はあれだよ。都庁が抜けるから向こう側と1人。あとは。何人ぐらいよ。浅井さん、俺。あれ、この前の吉池さん。吉池さん、寺田さん、寺島さん、5人。そうだね。あ、なんか人数多すぎるとカラオケ良くないよ。ん？人数多すぎるとカラオケ歌えないじゃん。歌う順番回ってこないじゃん。歌う順番？どうだろうね。うん、まあ人数5人ぐらいがいいと思うよ。え？あ、のんちゃん来ないの？のんちゃん寝てる、疲れてる。そんな寝方じゃあれだよ。そう、注意してんだけど、ちゃんと寝ろって言ってんだけど。この寝方良くないよね。ん？この寝方、あー天気いいな今日。頭が疲れちゃうじゃん、ちゃんと寝ないと。そう。そうなんだよ。のんたん、ちゃんと寝ないとダメだってよ、やっぱ浅井さんが。おはよう、魔人さん。おはようございます。おはようございます。お世話になってました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。いいえ、何もしてないですよ。さっきの音楽乗っけてくれるしてたよ。あれ、いつか作ったの。ああ、すごい。それは本当にすごいんだよね。それが分かってから頑張った方がいいよ。
今日俺カラオケ行くけど、モンタも行く？12時から、パチは誘いに来る？場所ね、旗がやだよ。大丈夫。大丈夫？いや、おばちゃんずっと自転車。自転車1個しかないもん、だって。自転車もう1台余ってるの、あれに持ってるのか。いいよ、いいよ。家の前置けないもん。あ、そっか。うん。電車で行くよ。電車で行く。電車？うん。電車ってこっからどうなんで？新宿まで行って、新宿から京王線だっけ。バス出てないの？バス出てる？そこ山手通り走るバス。調べたらそれで。うん、調べるか。ちょっと待って。いや、わかんないけどね。山手通りを右に曲がる場所ありませんか？ちょっと待って。いや、なんか、バーガープレゼントありがとう。バスあるかな。これ、河野さんこれ頑張りたいですね。本当さ、頑張るにはどうしたいのかな。出発幡ヶ谷に新宿5丁目あるな。ん？420円もするの。どこ420円？幡ヶ谷から。だから電車で行くよ。バス。どっからどこまで420円？西新宿5丁目から幡ヶ谷。420円だって。すごいね。そんなバスとかあんの？すごい高い。高い。あ、サムネ変えたって。リオンさんが。見て、私のこと見て。体、健康が壊れて5年目ぐらいだから、左、両足を床に座って開いて、左足のつま先を外に、倒す。外っていうのは、左側に倒す。左足の足先を左側に倒すと、ひょっとしたら助かるかもしれない。ひょっとしたら、やっと助かんなかったら次を取り出すから。だから、まずそれやってみてください。して、写真写してここに。また乗っけてくれれば、さ、助かったかどうか分かるよ。もう一回言って、左足の何？足を開く、座る、足を開いて、床に座って、左足をこう外に倒す。ああ、なるほど。そしたら、もしかしたら助かる。かもしれないけれども、かもしれない。そう、助かんなかったら、しょうがない。次の手だから、さあ、まず、じゃあ、ワドタンうちの写真目。何これ、皆さん交換してるんですか？わかりません。バーガープレゼントしました。あ、バーガーありがとう。これ何かこの人してあげなくていいですか？クミタン誰？クミタン友達俺。あんたいい彼氏近くにいるよ。ハートプレゼントありがとう。だから頑張ってください。いい彼氏ができるって組みたわ。違う、いい彼氏ができるね。これだと思う人について頑張るな。いい彼氏はいないって。皆さん交換してるんですか？しょうがない。ハートをプレゼントしました。ハートって何でしたっけ？ハートはアイテム。アイテムわかんない。お金、うん、ちょっと今度会いましょう。ジョンさん、今の彼氏ダメですか？やばちゃんわかんないけど本当。もちろん分かんないって。浅井さん関西に行くことはないね。ないです。浅井さん忙しいんで。関西、大阪とか。いや、あっちの方に行きたいな。もうちょっと向こうの方、
関西にはまだ鹿が出るとか行きたいから奈良、奈良東大寺違うよ山中だ、うんと何で行きたいのかな、うんと科学を未来科学にしたいからクミタンが私の写真見てだって誰クミタン、はい、今見てくれてるあ、先生、カメラ写り意識してくれ意識してもらってもいいですかもう一枚いや、どういうふうに、だから、こうですか危ないこう映らないようにしてよ、うん、分かってます、うんIt's me, さんいらっしゃい。楽しんでてください。面白かったらフォローしてね。おはようございます。もうこれ以上頑張れないところに来てるだから仕事を減らして、でそれで、俺は見てもらってない。なんか家庭始まったの寒い休養4、5日でそれから、もう一回送ってきてでそれでとりあえず仕事をしすぎなんで 4,5 日休めと仕事しすぎじゃないよ今持ってるの大変なんで何にもやる気ないこれ正しいだからそのままにしとくとそのままにしとくと 2,3 日休めばいいのさ4、5日休んだもん、浅井さんには兄弟いますかあなたは頑張り屋なんで誰も重大と思わないけど重大だおはよう高光この BBA 誰 BBA って何ですかバーベキューのこと分からない何言ってるのか分かんないひざりって当たってる左の体が悪いのが当たってるんだって。空き缶は1日いくらぐらい拾えますか？だって。左と左空き缶と左は別の質問空き缶してる空き缶と左関係ない左が当たってるっていう話と空き缶拾いはいくら稼いでますかって話がごっちゃになってる浅井さん左がつま先立ちしてこれをこういうふうに立って曲げるとつま先立ちでひょっとすると良くなるかもしれないひょっとすると良くなる空き缶でいくら稼いでますかってここで膨らましてそして腕をこうねじってそしてつま先左の話は大丈夫空き缶いくら拾ってますかあゆっちょ男だよもう男を目指した方がいいですこれからその時代ですレクチ和動詞ああ、今日、カラオケです。来ませんか？おばちゃんが待ってます。あと喋ってもいいし、どうぞ来てください。いくつ来る？今日。年齢不詳な感じです。キーちゃん。これ年齢不詳の言葉がよくわかんない。年齢がわからないんだって。キーちゃん元気出せば大丈夫と思いますバーガープレゼントしましたあバーガーありがとうさよさんハートありがとうやり方がわからない本当いや実際に浅井さんは2万円ぐらい一日で稼ぎますここで息をしてここを膨らませるのひとこうだ話したくないんじゃなくてちょっと日本語がちょっとぐちゃぐちゃになる感じですね2万円ぐらい毎日稼いでます
和同士行かない。お、ランコムさんおはようございます。アイテムありがとう。行かないでそう言っちゃダメでしょ。来なきゃダメ。まあ、話したくないことありますね。ありがとうございます。ノリノリ埼玉おはようございます。浅井さん、エホバの証人のことどう思いますか。エホバの証人って何ですか。宗教、信仰宗教、宗教わかんない。どういう宗教かわかんない。話さないから。あ、エホバの証人、キリスト教。キリスト教についてどう思うかでいいですか。うん、まあそれでいいや。エホバの証人ってどこが違うの。エホバの証人はキリスト教系の新しいやつ系。ギュアさん、文部科学省がなくなったのでもうエホバの証人にはできません。あとはリプチさん、2万円ってすごいです。僕がペンキ塗りより稼いでますね。だってペンキだって20時間塗れば2万ぐらいになるんでしょうか。彼女ないよ。チャンマニアさんいらっしゃい。チャンマニアさん彼女。最初空き缶好きなんですな。好きって昔は目の前にあったから夢中になっただけです。違うね、夢中になったから何だろうね。おかげさんで運が開きました。ありがとうございます。これでいいかな。よし、じゃあ行こう。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもじゃあのんちゃん。のんちゃん起きてたら行くよ、連れてくよ。起きてたらそれなら来ない。いや、だって本人疲れて寝てるから。うん、ちゃんと寝たんじゃないの。いや、まあ寝たばっかりだよ。うん、電車しかないよ。さあ、めんどくさいね。うん、そこのさ、420円片道ね。だから電車で行くよ。高いも一人800円もしちゃう。840円。いいよいいよ、電車で行く。そっから乗ればいいんでしょ。行き帰って840円。いいよ、電車で行くよ。新宿まで行って、こうやって一本だから。いい電車で行く。乗り換えがあるからバスめんどくさい。遠回りだ。電車で普通に行くから大丈夫。いや、だってさ、人生には道義があるよ。です、道義はいいの。道義があってさ、金はいらないっつう。だってあれだよ、福祉の会だから行けないよ。先生、電車代無料だから。俺は電車で無料なの。俺は電車代。じゃあもっと行けないじゃん。先生、福祉から出るのよ、無料の。何ちゅう顔してんの。いやだから無料だよ。いや、じゃあ無料なの。とりあえずバスは無料なの。俺、まあバスじゃない、電車は無料なの。いや、とりあえず電車で行くよ。ん、大丈夫、歩いて行けるし。じゃあ迎えに来る声しか方法はないよ。だって自転車の数が足りないもん。モノ自転車が1台残ってる。いいよいいよ。歩いていくよ。だ、大丈夫だから、子供じゃないから。だってそう、その世の中こうなるというのあれがあるよ。だけどその大丈夫っていうのはその道理になってないよ。じゃあ電車で行くって、電車があるんだから。電車の方が安いし早いのよ。だからさ、無料バスが出てる人がさ、電車行くとこれは絶対成り立たないよ。じゃ無料、じゃあ国が無料で出してるんだから。浅井さん、ほんと福祉嫌いだよね。区役所そんな嫌いなの。じゃバスで行くっていうと金出そうとするのよ。これ受け取るのは本当だよ。先生、いいの。浅井さん、何でもかんでも金出しすぎなんだって、いろんな人に。大丈夫、俺らは働いてるし。俺ものんたんも金持ってるから。
浅井さんが面倒、ありがとうね。浅井さん、違う違う。働いてるとそこに何年勤めるんですか。でもまあ3年ぐらい勤めようと思ってるけど。まだ3年。じゃあ3年勤めるのは大丈夫だよ。ああ、大丈夫だ。そしたら電車にも乗れるし、大丈夫だよ。大丈夫。だから頑張る。3年勤めるから。これでも、これは、金ができてもそれで3年勤めるんですか。うん。じゃあ配信も頑張る。配信でも稼ぐからちゃんと。頑張る。それはダメだよ。やっぱりダメなことは分かったよ。どうすればいいの？ん？どうすればいいの？配信だけで稼いだ方がいいの？これだけで稼いだ。だからすぐ配信だけにしますって言うんだったらね、それは正解だったけども。それじゃあ、じゃあ分かった。来年正解。インチキだよ。ダメだ。だからね。うん。向こうがやられたら、だからそれは終わりにしますって言ってた。分かった。配信一本にするよ。頑張るよ。配信一本で頑張るから。早く稼げるようになるから。それちょっと違うな。それ違うの？ん？だからそう早く稼げるようになるからで、それであれだ。分かった、福祉やめるよ。配信だけで食っていくよ。来年。あ、それ大丈夫ね。それ大丈夫なんだ。OK。分かった。来年からは配信だけで食っていくから。福祉やめるよ。大丈夫よ。大丈夫。ありがとう。いや、それからなんかね、この前Google の音楽を作ったけれども。Google の音楽を作った？そう。Google を、Google に行かなくてもいいですか？ Google 行こう。じゃあ、Google 行こう。だけどもう Google やっつけちゃったよ。どうしたらいいですか？ Google をやっつけた？どういうこと？ Google やっつけたの？浅井さん。いや、この前レクシさんと音楽作ってやっつけちゃったけど。Google を？そしたら、浅井さん、Google って世界一の企業だよ。浅井さん、Google やっつけてないでしょ？嘘ついたでしょ、今。浅井さん、なんで嘘ついたの、今。だから、レクシさんにその音楽をさ、レクシさんの、なんか、に乗っけてみてくれていいですか？ホームページかなんかに乗っけないんですか？その音楽を。レクシさんのなんか、放送するものに乗っけとけばいいんじゃないですか？レクシは放送やってないよ。そしたら、私が乗っけるしかないね。そうだね。そうしよう。そして、和道さんがすいませんでしたって、Google にお土産持ってるのでいいですか？俺が Google にお土産持ってかないといけない。なんで俺が謝るの？俺 Google 別に敵、俺 Google と喧嘩してないよ、俺。なんで俺が謝るの？いや、だから、一人で行けしてない。私と一緒に行って、あなたは Google に。そうそう、浅井さんがやっ、なんで俺が謝るの？意味がわかんない。浅井さんがやっつけたんだから。俺別に Google と喧嘩してないもん。なんで俺が謝るの？いや、本当は私が謝るだけれども、でも向こう側としては、そうでしょ？納得しないでしょ？浅井さんの代わりに俺もなんか一緒に謝るの？意味がわかんないよ。私だけで謝るとしたら、私レコード会社やってなきゃないよ。そう、レコード会社やってる浅井でございますがって、そういう風に。それ嘘でしょ。レコード会社やってない。いや、レコード会社やってないじゃん、浅井さん。なんで嘘をつくの、人一緒に。だから、レコード会社やってる浅井でございますが。いや、じゃあ、何をすればレコード会社ですか。音楽を毎、作って、それで売り、毎日売り込んで。株式会社登記しないと、それは言ったら違法だからダメだよ。株式会社登記？うん。株式会社持ってないんだから、浅井さん。そうしたら、株式会社を登記するときには、レコード会社も一緒に登記するんですか？それだったら言っていいよ。それだったら言っていいよ、Google に。30万円ぐらいで会社作って、レコード会社作って、で、Google に喧嘩売るのだったらいいと思うよ。浅井さん、会社持ってないのにレコード会社やってる。喧嘩売れなくたって売れるよ。じゃあ、なんで Google に喧嘩売ったの、そもそも。ん？なんで Google に喧嘩売っちゃったの？Google に？Google けしからんからやっつけてた。どこがけしからんの？ Google は。弱いものの味方にならないから。あ、Google 弱いものの味方だよ。いい会社だよ、すごく。Google はいい会社だよ、浅井さん。それ浅井さんの勘違いだって。Google はすごいいい会社だよ。渋谷本町2丁目と言います。浅井由紀子です。Google さんよろしくお願いします。本町2丁目のラーメン屋の裏の2階に住んでます。よろしくお願いします。もう大丈夫だね。Google、はい、の人見てるよ、多分。はい、うん、大丈夫。うん、今のは良かった。うん、
多分許してくれるよ、見てるから、夫婦の人。うん、じゃあ浅井さんお疲れ、はい、昼間行くから、はい、わかりました、うん、うん、はい、じゃあ後で、はい、うん、ありがとうね、浅井さん。来年はこれだけで、うん、来年はこれだけって何、配信だけで食ってく、そう、配信だけで食ってくから、絶対、ね、はい、うん、頑張るから、はい、ありがとう。来年はちょっと配信だけで食えだって、浅井さんに最近怒られてんだよ、うん、もう配信で食ってけるようになれってすげえ怒られてんだわ。ああごめんごめん、浅井さんはね、俺が配信業で食ってくのすげえ応援してて、福祉に反対してるんじゃなくて配信で食ってくことを応援してんの、浅井さんは。そこ勘違いしないで、浅井さんが怒ってんのは福祉に怒ってんじゃなくて、配信で食ってってないのはダメだっつってんの。和道さんは配信の人だって怒ってんの、うん。じゃあちょっと雑談枠に切り替えるんで一旦放送を切ります。フォローありがとうございます。新しいフォロワーさん紹介します。550人目の新しいフォロワーさん、ニットンさん、フォローありがとう。あう、何？ジャンパー？ジャンパー忘れた？ジャンパーどこよ？緑のジャンパー着てこなかったでしょ、浅井さん。浅井さん着てきた？じゃあ、緑のジャンパー着てた？浅井さん。嘘。あった？すみません。うん。気をつけて。じゃあね、浅井さん。あとで。ありがとうございます。よいしょ。よいしょ。うん。浅井さんにカミングアウト？いや、浅井さんにはずっと言ってるよ、俺生活保護だって。誰にも隠してないよ、カミングアウトの何。じゃあ、浅井さんは俺が放送やってるのが大好きなの。それで食べていけるって信じてるんだよ。うん、新しいフォロワーさん。アウロ、ラ、ロ、ウ、ラ、わかんない。ミオさん、マーイさん、ありがとうございます。山ちゃん、ありがとう、フォロー。じゃあ、一旦放送切ります。お疲れ様。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。